潜水艦救難母艦、千代田潜水母艦は海軍における補助艦艇の一つである。前進根拠地や白地などにおいて潜水艦を節減させ、食料、燃料、魚雷その他物資の補給を行う。補給だけでなく修理、整備能力を持つものもある。また、潜水艦乗組員用の休息施設もあり、乗員の休憩にも用いられる。類似のものとしては、 水雷母艦や駆逐艦母艦がある。乗員数に余裕があり無線設備も充実しやすいことから潜水母艦は潜水艦船,船体の機関となったケースもある。潜水艦は艦内が狭く食料等の消耗品を大量に積み込むことができないため、長期間の行動には潜水艦に付随し補給などを行う艦船が必要となる。専用の艦を心臓する場合のほか 徴用した商船を改装したものもあり、これは特設潜水母艦と呼ばれる。大型水上艦に対する補給艦のように、航行しながらの補給を行うものではなく、あくまでも白地内などでの停泊、節限しての運用が主となる。日本海軍の海軍艦艇類別標準において、軍艦のうちに潜水母艦の類別が設けられたのは1924年12月1日であり、それまでは、 同志の任務の艦は、水雷母艦とされていた。特務艇のうちの潜水艦母艇4月1日設置も、同様の任務についた。当時の水雷母艦は、運送船として計画され、建造中に改装された、駒橋や、ダ歩商船を改装した、唐崎、潜水艦母艇は旧式解剖船艦を改造した、三島や、元防護巡洋艦の、千代田などであった。 大正期の88艦隊案において、ようやく本格的潜水母艦たる、早くじら型潜水母艦の、早くじらと、長芸の収益に至った。しかし早くじら型は、旅行潜水艦に対応した能力であったため、潜水艦の大型化、高速化が進むと、能力不足が顕著になった。そこで他艦と船体を組まない、軽巡洋艦や、商船を改装した、特設艦が、 潜水戦隊機関一母艦任務に充当された。昭和期に入ると、大クジラと検査機型潜水母艦といった本格的な潜水母艦が建造され、早クジラ型は練習艦や工作艦になった。しかし、新型三隻は有事の際に短期間で航空母艦へ改装される予定の特殊艦であった。実際に太平洋戦争を前に大クジラは、 流頬、剣崎は、サチオオトリ、高崎は、随頬へと、それぞれ予定通りに、航空母艦へ改装されたため、早くじら型は1940年11月より、再び潜水母艦として運用された。また予定通り商船改造の特設潜水母艦を、投入した。この他に、潜水船体機関用の軽巡洋艦として、大淀型軽巡洋艦を建造することになったが、 一番艦、大淀のみ完成し、二番艦、二淀は、建造中止となった。海上自衛隊においては、潜水母艦機能に加えて、潜水艦救難艦としての能力も持つ、潜水艦救難母艦、千代田を2018年まで運用していた。オハイオ級原子力潜水艦など、弾道ミサイル潜水艦を大量に保有していた、アメリカ海軍では、 潜水艦発射弾道ミサイルを積載する能力を持つ者も,も存在した。2020年時点においてアメリカ海軍は原子力潜水艦用のエモリエスランド級を運用している。ありがとうございます。